だね、悪魔のフルーツとか、うん、見た目もね、なんか悪魔っぽいです、ね、なんかワンピースでしょ、うん、あ怖い。ガソリンらしい。いや、本当にさっきガソリンの屋外までしたんですよ。いや、マジで。あ、やばい、あ、これやばい。え、なんか一気にガッてくんですよ、うん、ガソリンが。ガソリンが、あ、ガソリンなんだよ。ガソリンなんです。なんか腐った食べ物の匂いもする。え、やばいです、これ。食べる。いや、でもなんか、味はいいらしいけどね。ちょっとリンゴとバナナ混ぜたみたいな。あ、でもパイナップル感もありますね。 あるある、うん。いや、見た目は食べれそうだけど、食べるまでに至らない。なんかやらしい。ねえ、匂い嗅いでる、なんか。ほんとセクハラしてる。なんかなんとも言えないな。なんかあんまり匂い、しない、じゃあ次こっち嗅いでみよう。こっちの方が、なんか好きな匂いだな。だから男だから、こっちの匂いがあんまり感じなかったかな。男で、女かな。おー、結構ガッツリ嗅いでる。なんだね、そんな嗅ぎしない。どこ嗅けばいいんですか。ジェリオフォームしてる。匂いしない。匂いしない。え、鼻おかしくなってきたかな、嗅ぎすぎて。いろんな匂いが混ざっちゃって。じゃあ、こちらの人が失礼させていただこう。え、これ何ですか。男だね。男だわ。男、じゃあ男誰だ選んだの。はいはい、やった。やっぱそうだ。え、生物じゃないの。え、じゃあこっち、生物っぽい。ちゃんと女の人。本当だ。へー、すごい。待って、もう臭い、もう臭い、もう臭い。あ、やだな、これ。おじさんの匂いかけてやらないけど。電車にいる。いる。これやばい。これやばい。めっちゃ生えてる。あ、待って、ここでもやばい。じゃあ、あ。ダメです、ダメです、これ。いや、やばいですよ。多分これ100年間くらい生えてる。すごいすごいすごい。お父さんの匂いする。お父さんこの匂いするの。お父さんだ。よく聞くよね。あ、やばい、やばい、黒いでした。マスクしてからね。やばいよ、これやばい、この距離がもうやばい。うわ、もうやばい、やばい。開けてないんだよ、これ。開けてないの。あ、いくよ、せーの。大丈夫。なんか慣れてきちゃった。あ、やばい。これ明日絶対制服にすごい匂いしそう。え、最悪。腐ってない。うわ、うわ、ダメだ。こっちさ、水分多くない。こっちめっちゃすごい。本当だ。うわ、こっちやばい。でも慣れてきちゃった。戻ってきてる。異様に近く。いける。いける。なんかすごいスパイシーな匂いがする。スパイシー。シナモンかな。なんかシナモンっぽい感じがする。なんか前もあったよね、シナモンっぽいって。あったよ、なんかその方に。はい、これは。あ、お線香だ、これは。え、ほら、お線香の匂いですね、これは。あ、わかる。お寺の匂いするでしょ。うん、なんかね、畳が出てきた。え、そうそうそう、そういう匂い。畳の匂いが。畳が頭の中に浮かんできました。悪魔のフルテがいる香辛料。アサフェティだ。アサフェティだ。ニンニク。え、ニンニク、ドリアンにも似たって書いてあるよ。いける、いける気がする。今ならいける。あ、待って、私これやばい。嫌い顔。え、そんなに甘いの。悪魔の匂いっぽい。無理。やばい。こっちは無理。こっちは無理。なんかあれにプラス
ちゃった感じ。やばい、気持ち悪い。あー折れてくる。うわ、怖っ。やばい、これダメだ。うわ、なんか全部一斉に襲ってくる。全部襲ってくる一気に。最終兵器の臭がさ、臭いになってるよ。どうしよう。最終兵器超香辛は自然界の臭い匂いや糞や細菌など様々な匂いを調合した、最終兵器がここで完成した。ダメじゃん。え、これ行くよ。やばいね。え、